もうほんまに経営者なんかならんほうがいいですよ。なんかこう叱ることが教育でもないなって思い出してきたら、妻がいてるから僕が成立してるっていうふうに頭が上がらないというか、せっかく巻き込んでしまった社員やから幸せな景色見せてあげたいなと思うから、うんうんうん、必ずしも経営者が一番幸せかってそうじゃなくて、あの最近人に対して叱るっていう行為自体あまりしなくなったんですよ。あ、そうなんですね。なんでやろうね。まあ年になったっていうのと、はい、でなんかこう叱ることが教育でもないなと思い出してきたら言わなくなったんですけど、はい、若かった時の自分とかやったら間違った行動で人を叱ったりしたこともあるんで、うん、まあ、そういう自分で行くことも頑張ればできます。怒るモードだった頃のなんかありますか？怒ってしまって。それはもう妻が一番してますよ。あ、そうですか。社長がまず僕身内にむっちゃ厳しいんですよ。だから一番嫌いなんが、社長の奥さんやから役員なんでしょうとか、はい、社長の弟だからなんか役職持ってるんでしょうとか、はいはいはい、そんなん言われたら一番嫌じゃないですか。確かに確かに、うん、それを言わさないためには、はい、一番仕事できないとダメなんですよね、うんうん、だからこそ例えばエリカ社長が営業やってる時に、はい、やっぱり営業ってこうやれば契約上がるっていうある程度のルールがあるから、うんうんうん、徹底的に指導して徹底的に横につけて同行させて、うん、とにかく僕の横でボイスレコーダー回して、うんうん、全てを完コピせると、うんうんうん、で家帰って練習させて、うん、で何すんなでけんねーみたいな感じで、ほんまに巨人の星みたいな、できるまでやっとけーみたいな。え、営業っていうのは何の時の何の営業だったんですか？太陽光。あ、太陽光発電システムを売るとかオール電化システムを売るとか、今の妻はベベやったんですよ、営業成績。あ、そうなんですか。でもう全員がブレッジ光を売って大阪一ですとか日本一ですってやつばっかり、営業百戦錬磨の社員ばっかり、はいはい、だからまあ当然ベベの仕方がないんですけど、はいはい、そこから猛レッスンして半年ちょっとぐらいかなのタイミングで全員ごぼう抜きにして、僕ですら抜きそうな勢いで来て、だから思ったのは営業って才能必要ないんやなって、はい、妻なんてもともとパソコンすらできなかったんですよ。あ、そうなんですね。あのパソコンちょっとあの落としとってって言うじゃないですか、はいはいはい、だから普通まあスタートメニューからシャットダウンってやりますよね。そうですね、まあ、迷わず、はい、あの電源ボタンボンってデータ飛ぶみたいな。その仕事のやったのも接客業しかない。飲食店のホールスタッフ、はい、カラオケ店のホールスタッフ、あとアパレル店の、はい、あのスタッフ、はい、だからもう僕ってもともと経営目指してやってきた、はい、で多少人よりは才能ある部分ももちろんあるんですよ、うんうんうん、だからやってきてる、うん、でも妻に関してはもともと経営なんかやるつもりもなかった。たまたま付き合った男が経営者やった、うんうん、そこから経営者の妻にならないといけない、うん、だからみんなのために一番上にならないといけない、うん、みたいなところでできない方とかの気持ちができひんかった自分がいてるから一番わかるんですよね。なるほど。だからその方に合った指導方法ができるんですよ。僕はその部分は間違いなく叶わないし、何年経っても追いつけないですね、彼女。だからもう妻がいてるから僕が成立してるっていう風に頭が上がらないというか、だから家族のため妻のためとか含めて僕は接待に行かないようにしてるし。あ、そうなんですか。はい、そういうのめっちゃ行かなあかんイメージが普通はね、はい、もう一切行ってないですよ、うん、記憶を遡ってみても、はい、まあ、社長連中だけで飲みに行ったことないですね、ここ最近。行きたくならないですか。あ、得るものがあるんやったら行きますよ。酒飲むじゃないですか、はい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 、体悪なるじゃないですか、はい、じゃあ命失いますよね、はい、少しの時間寿命が、はい、だから失うものしかないですよ。で、まあ、そこで仕事得ますよね、はい、得たとしてもプラマイゼロとか、はいはい、むしろプラマイマイナスとかの方が多いような気がするんで。それって若い頃はそうじゃなかったんですか。もうノミニケーションじゃないと解決できひんと思いますよ。とにかく社員が悩んだらよし飲みに行くぞみたいな、今から今日橋集合みたいな、その場で楽しい雰囲気がいいと思ってたんですよ、はいはいはい、でも結果そういう楽しい雰囲気だけでついてきた子たちっていうのは、うん、楽しくない雰囲気になったら去っていくっていう子じゃないですか。そういうのを求めなくて、例えば会社の集まりがないとか社内の飲み会がないとか、それでも働いてくれてるっていうのは、うん、その仕事が好きとかその会社が好きとかその会社の、まあ、メンバーが好きとか、うんうん、まあ、いろんな理由あると思うんですけど、そっちの方が継続してくれるんですよね。なんであの妻がその、まあ、人材のマネジメントを始めてから離職率もめちゃくちゃ減ったし、うんうん、はい、僕のやり方は古臭いと言われますから、
いつまでベンチャー引きずってんのって言われます。もう A スタイルって資本金とか売上規模とか従業員数で、はいはい、行政の、 あの管轄でいくと大企業扱いなんですよ。なんで、はい、あの大企業の経営者やったらそんなこと言ったらあかんやとか家でめっちゃ怒られます。多分昔僕がスパルタやった司会者になっちゃいますか、はいはい、なるほど。でもほんまそれこそ最近その親睦会に行かせていただいたじゃないですか。はいはいはい。ほんまに社長やったんやみたいな。そ、まあ、そうですね。動画見てる方ってそうそうそう、こう SNS で何十億社長とか書いてるやつって、はいはいはい、まあ大抵嘘じゃないですか。でもリアルにあの懇親会にまあ来たの200人ちょっとぐらいなんですけど、はい、うちの社員ってそれを3倍おるんですよ。そうですよ、ね、はい、参加できない方もいるじゃないですか、はいはい、3年ぶりぐらいにだからあんだけの規模の社員さんと一緒に飲めたからむっちゃ嬉しかったですね。なんかこう親戚子供が産んだ、はいはいはい、あの孫とか、はい、親戚一同で旅行行ったような気分です。ああ、そうなんですね。うん、ガチで。レイスタイルガチで大きいやんってみんな思ってると思うんですよ。いや、ですよね。はい。逆にだからこそ、独立したくないってなるんじゃないかなと思ったんですよ。ファーストまあ、それはそれで、あの、正解ですよ。あ、ほんますか。だって必ずしも経営者が一番幸せかってすごいことなんで。あ、そうですね。もうほんまに経営者なんか、ぶっちゃけならんほうがいいですよ。そう思うんですか。マジで。もう辛いことが9割で、嬉しいこと1割、その1割の喜びを10倍楽しめるかなんですよ。それができひんにやったらマジで辛いことばっかりやからやらんほうがいいです。でも僕もねなりたいと思ってなった口で、うん、たくさん社員いてるじゃないですか、はいはいはい、じゃあ今更ももちろん辞めれないし、はいはい、せっかく巻き込んでしまった社員やから、うん、幸せな景色に仕上げたいなと思うから、うんうん、ない頭振り絞って、うん、いろんなことやってるだけで、ただそれでその事実も分かりながらやっていくってなれば、うん、間違いなく途中で諦めることしないんですよ、うん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 、何のためにやってるかって明確に分かるから、うんじゃあやるべきやと思いますし、なんか中途半端な覚悟で経営者になりたいですとか言ってるやつはやめた方がいいし、ダメんなと思うし、うん、一人親方とかやったら別にまた話は別ってことですか。まあそれってけど、もし自分が怪我して子供とか奥さんとかいたらどうやって養ってあげるのかなって。確かに、うん、その辺がまあきちっと考えられているんやったらいいと思いますよ、うんうん、人材版タイガーファンディング始まります。トラも志願者も募集してます。詳しくは概要欄から。ドクター1スタッフは僕がお昼過ぎてから来ると思ってるんですよ。抜き打ちチェックやったのかな。3階が店舗、4階がフランチャイズ本部、うん、トマト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 今何してた。あれ岡本さん先生起きない。で、山中君はちょっと遅れてます。何出勤なんて。僕からしたら、仮にお客さんとしたら関さんを見てドクター1のお店ってこんなんなんだってお客さんは絶対思っちゃうじゃないですか。